い、どうもニコです。今日はですね、ポケモン GO 来ました。朝の9時から夜の21時まで、12時間やったらどのくらいポケモンが集まるのかというね、検証を終えたんですが、もう暑くてね、皮膚がもうディグダみたいに焦げるし、行った公園の自動販売機が売り切れになったり、もう足が瀕死状態ですよね。まあ、そんな中、9時から15時までの、腕力の巣を探しに横浜周辺を探してきました。そして15時から21時までを、世田谷公園でミニ竜を探してきました。レベルはですね、家を出る前に作ったので、1日で17レベルまで上がりました。課金はしておりません。なので、幸せの卵等は買ってないですね。チームは青を選びました。そして集まったポケモンは、まあ、かなりね、売ってしまったんで、約350匹ぐらい集まりましたね。まあ、それでは見ていきましょう。はい、ではね、アズマ王は進化系の状態で、ゲットしました。まあ、こちらはですね、桜木町周辺でゲットしましたね。まあ、次は EV ですね。名前を進化したい名前に変えると、まあ、その通りになるっていう裏技があるんですけど、まあ、それを使ってみて成功したので、ブースターを作りたいので、アツシにね、名前をしました。まあ、ちなみにシャワーズは水木、サンダースは雷蔵です。はい、次はイワーク。これは確かね、お昼頃かな。マリンタワーだっけな。まあ、そこら辺でご飯食べた時に、現れました。次はウツドン。これは忘れましたね。どこだったっけな。すいません。次はエビワラ。エビワラは、10キロの卵から孵化しましたね。卵っていうのはこちらですね。10キロの卵の方から孵化しました。まあけど嬉しいんですけど、ちょっと CP がね、ちょっと低いんですよね。まあちょっと残念かなっていう感じですね。次は、まあ、珍しくないポケモンはスルーしていきます。オムナイトはスルーできませんね。まあ、この子は横浜の山下公園かなの海沿いにいましたね。まあ、やっぱり比較的に水ポケモンは海沿いが多かったイメージですね。はい、次、まあ、カルロスは結構集めました。まあ、理由としたら結構出る割に、まあ、CP がかなり高い、まあ、序盤にしては結構使えるんじゃないかなと思ったので集めました。まあ、結構売ったりもしたんですけど、次はカブトですね。この子本当にもう色的にも見づらくて、もう結構被るんですよね、ポケモン。この黄色だとやっぱ木とかにも被るし、本当見づらいんですけど、そんな中、世田谷公園の、まあ、20時頃かな、入り口に一回戻ってみたらいましたね。その隣にこのね、日本限定のカモネギもいたんで、その時めっちゃ焦りましたね。もう逃げんじゃないよって、もう逃げちゃうんじゃないかっていうこの焦り、そういう状態になるともう周りが見えなくなっちゃうので、皆さんね、気をつけましょう。キングラーは進化した状態で見つけたんですけど、まあ、すごいね、大きいんですよね。もうすぐ分かりましたね。もう丸分かりですね。ただ少しちょっと見た目がごついんで怖かったですね。こちらは世田谷公園で見つけました。次はケーシーかな。まあ、ケーシーは世田谷公園の最後の一周でね、たまたま出ましたね。ラッキーです。まあ、コイキングはまあどこでもゲットできます。いや、コイキングね、あれなんですよ、ぜひね、進化させたいんですけど、400個っていう多さを見てちょっと半分らへんでも諦めましたね。まあ、また次回だったり、まあゆっくりちまちま集めていこうかなって思います。まあ、コダックはたくさんいますね。ここら辺もたくさん行って、まあ、サイフォンかな。まあ、これは別々で1体ずつ手に入れましたね。横浜でも1体、世田谷でも1体。ストライクは卵から浮かしました。結構、ね、CP 高いんですよね。あとは、まあ、意外と御三家もね、手に入りやすくて。あとは、なんだろうな、あ、いたいた。ニョロゾ。これね、この状態で、進化した状態で手に入れたんですよね。これ結構嬉しかったですね。これ世田谷公園で手に入りましたね。次は、これだ。なんといってもこれ。白竜ね。これ進化した状態で手に入ったんですよね。世田谷公園で手に入れましたって言いたいところですが、これ山下公園と、横
横浜中華街のね間のなんかちっちゃい通り、まあ、そこでゲットしたんですよね。しかも2体手に入れました。1体は飴に変えちゃったんですけど、これが意外でしたね。またこっそりちょっとこの場所に行きたいと思います。次はピカチュウかな。ピカチュウはその白竜通りで手に入りましたね。いや、裏技でピカチュウ最初のリセマラっていうのかな、最初のその裏技で手に入るらしいんですけど、それをしなかったのでラッキーですね。次はピッピかな。いや、ピッピもプリンも宿も見た目がもう似てるんでとても分かりづらいですね。これはもう各場所で1体ずつゲットしました。あとはなんだろう、あ、ブーバーだね。ブーバーは世田谷公園の入り口で2体いましたね。いや、意外と CP 高いんですけど、これな見ていただけると分かるんですが、あれ、はい、重さが XS ってちょっと軽いんですよね。まあ、なんで、まあ、惜しいかなっていう、まあ、なんとも言えないですよね。まあ、けど、CP が1000近いんで、まあ、使っていこうかなとは思います。あとは、プクリンかな。プクリンも出ましたね。これ、世田谷公園の帰り道で出て、もう一気に目が覚めましたね。いや、可愛いですよね。目がパッチリ。サイズも可愛い XS。なのに破壊光線持ってるってこうね、ツンデレ具合。最高です。次は、ここら辺スルーして、あとはなんだろう、ポニータかな。ポニータはこのプリンの後の通り出ましたね。すぐ出ました。意外とあっさり出まして、で次は、水木かな。水木はあれですよ、裏技成功したって言った EV の進化系の水木です。なかなかねいい CP しているんで、あれですよ、今後活躍に期待したいと思います。技もねハイドロポンプ持ってるんでいいんじゃないでしょうか。あ、これだよこれ。そしてミニ竜、これ狙いに来たんですよね、世田谷までね。まあ、1体かやって思われますが、いや、かなり撃ったんですよね。ミニ竜の飴がちょうど100個ありますね。かなり集めました。っていうか100個集まるまで帰らないって決めたんで、まあ、集まってよかったなって思います。目標を達成できました。まあ、比率で言うと横浜40の世田谷公園60ぐらいかな、そんな感じですね。そこまで差がねあったわけじゃないんで、まあ、人の量や観光とか考えたら横浜もありなのかなって思いますね。特に白竜通り、これをぜひ見つけてください。あとはね、雷蔵かな。雷蔵もいますね。この子はどっちもサイズがね XL なんですよね。確か10kg の卵から浮かしてこの子が生まれました。この子のね今後の成長ぶりにもちょっと注目していきたいなと思います。あとはラッキーかな。ラッキーは横浜のドンキホーテがあるんですけど、その通りでね見つけましたね。本当にラッキーでしたね。まあ、さらにラッキーなのがその通りにロコンもいたってことですね。そしてワンリキーね、もう見るのが嫌になっちゃったんで、まあ、ある程度集めて辞退しました。結構集めたんですよね。一応ワンリキーの目も49個あるんで、まあ、そんな感じですかね。そしてこっからがね、あ、ちょっと待って、バイブレーションだった。なんか近くにいるらしいんですけど、お、噂の石つぶていましたね。噂じゃねえな。まあ、一応こいつゲットしてみたいと思います。あれなんですよ、このくる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 回ってカーブ投げる方法もありますし、自分がおすすめなのは一番右側にこのねボールを置いてまっすぐこうスッて投げるだけで勝手に相手の方向に当たるっていうね、こうするだけでなんて言うんでしょうね、まあ確率がすごい上がるんで、まあ、ぜひやってみてください。あ、そうそうそう、本題、白竜をね進化してみたいなって思うんですよね。違う、お気に入りで、はい、白竜の進化には石が、飴がね100個必要なんですけど、集めたんでね、よし。まあ、この本当は、まあ、個体値とか技とか気にして進化させたいと思ったんですけど、1日こんなに頑張ってご褒美なしなんてねありえない。
ということで、まあ、進化してちょっと自分のね自己満なんですけど、ちょっと喜びをね自分に与えたいと思います。白竜ってあれですよね、進化する前の可愛いですよね。ですけどちょっとね、ちょっと進化してみたいなと思います。いきますよ。さあ835がどうなるんでしょうか。スクショしておきましょう。バシャリと。白竜を進化させますか。はい。お神々しい。おどっか行っちゃった。顔が見えない。さあ螺旋岩みたいなエフェクトの中から出ました。可愛さがなくなった。さあ個体値どんぐらい出るんでしょうか。個体値の CP の数は HP103、 個体値見えないけど多分いい、見えない。1100?1000 いってますかね。サイズは XS。 なんか進化しちゃうとこうなっちゃうんですよね。竜の波動を持ってます。竜の息吹も持ってますね。まあいいんじゃないでしょうか。海竜に進化しました。おっと CP1696、 結構高いんじゃないでしょうか。まあ、今後ね竜の飴とか使って上がれば2000はいくんじゃないでしょうか。あとは次は観光として江ノ島に行って ラプンツェル、違うなんだっけ、ラプセル ですかねをゲットしてみたいなって思いますね。こんな場所でこんなポケモン見つけたよっていうねあればですね、ぜひコメントください。そこ行きたいと思いますので。それでは以上ニコでした。皆さん楽しみましょう。ありがとうございました。